はいどうもこんにちは、オーメンズイレブンのオーメンです。本日はクリスマスイベント2023が来ました。登場キャラがディアイゼとルカとノアの3人ですね。職業的にはディアイゼが欲しいかな、いや双剣ルカ、なるほどね。誰か一人来てくれたら嬉しいですね。そして現在ですね、横浜のみなとみらいにおりましてショッピング最中です。街もすっかり、クリスマスカラーということで、隅っこの方で隠れてガチャを引いていきます。今回も22連だけ引きます。では行け。あのね、電波悪いんでね、電波がすごく、ちゃんと引けるかな、落ちないかな、通信中は入っちゃうんですよ。まあ長いでしょうね、ここね。引けないでプレボにいきなり入っちゃうんですか。プレボだっけ。いいよいいよ、これはこれでこういう楽しみあるから。あ、これガチャ画面いけない、本当に頼む頼むよ。いやーダメか、なんでこんな電波悪いの、ここ。それとも楽天のせいか。楽天のせいっていうのはね、かなりありえますね。え、おお、なんかい来た来た来た、花火今見てなかった、瞬きしてる最中に送る花火かどうか見てなかった。まあ、ただ花火来てくれたんで嬉しいですね。ここで、あー、まあけどね、わからない、まだわからない、どうしようか。これまあ飛ばさないでみようか。通信中は入ってますしね。まああのこっちはね、通信中入るようにしてますんで。え、あ、普通に来た普通に来たディアイゼね。ほー、まさかディアイゼが来るとは。ノアあたりが来るかなと思ったんですけどね。マジかよ、今日あの外にいるんでサムネも何も作れないんですよね。そういえばそのまんまスクショしたサムネを貼ろうと思います。よかった、一体手に入って。じゃあもう22年引きます。安心、クリスマスプレゼントが来ましたよ。通信中入り、もう一回行って、遅れ通信中も入ってほしい、でスムーズに終わってほしい。いや大船来ないで来ましたね。あのパターンすげえ嬉しいんだよな。なっか、ドキドキさせてくれるぜ。おお、周りに人が来ましたね。あんまり大きな声出せないですね。いやあ、いつ白猫プロジェクトやってるぜって思われちゃうわ。ガチャ更新来てるから引きたくてしょうがないんだろうなって思われてる今。絶対そうだ、あの白い目で見られてる今。なっか、すいませんね、マジ電波悪いんだよね。あ、これ飛ばそっかね。まあ一応大船が来るかだけ見て。これは無理だろ、飛ばそう、通信中長かったから。で実はいるみたいな、真剣。あ、いなかったね、いないね。もう十分ですわ、ディアイゼ。本当にありがとうございます。この後気持ちよくショッピングできます。というわけで、ご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。バイバーイ。